こんにちは。こんにちは。フラットキューブ TV の時間です。ではですね、今日は、第2弾というところでですね、こちら広告運用者が教えるキーワードの考え方とおすすめの機能という動画のですね、後編の部分をお伝えさせていただければなと思っております。前編後編に分かれた動画なんですけれども、今度全部の内容でこちらの5つのお話をですね、セグメント分けてお話させていただいてるんですけれども、後編の動画ではですね、3から5の部分についてお話をさせていただければと思います。で、前編のですね、キーワードとはですね、配信目的別キーワードの軸っていうところも別の動画でですね、すでに上がっておりますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。はい。ではですね、今日は早速こちら、3のですね、キーワードの設定の注意点というところからお話しできればなというふうに思っております。はい、でちょっと前編でもお話ししているんですけれども、こちらはですね、結構、広告について、ウェブ広告についてですね、ちょっと初めて、学んでいくようですとか、ご自身で、広告の設定をしてみようかな、リスティング広告の設定をしてみようかなですとか、で代理店にですね、依頼しているけれども、ちょっとまあ詳細分かりづらいので、キーワードのことを勉強してみようかなという、そうやって思っていただいている方に向けて、おすすめの動画になっておりますので、ぜひちょっとこの動画の内容いいなというふうに思っていただきましたら、チャンネル登録ですとか、コメント、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。はい、またウェビナーやブログ、SNS もやっておりますので、こちらもチェックしていただけますと幸いです。はい、 TikTok 平日毎日更新中、 QR コードや概要欄からぜひご覧ください。ではですね、キーワードの設定の際の注意点というところについてお話しできればと思います。ではまず一つ目ですね、除外キーワードの設定というところでですね、これは全部基本的なところではあるんですけれども、その中でも、見落としがちかなというところで重要な部分ですね。はい、例えば配信したい内容に対して無関係なキーワードでしたり、ネガティブなキーワード、でも競合他社の名前とか、そういった、広告を出したくないですよっていうキーワードを設定していく、除外設定していくっていうものが除外のキーワード設定っていうところになります。例えばよくあるのが、お客様の商材の名前と全く同じ商材の名前の別の関係ない事業とか、そういう時があるんですね。例えば A という名前の、食べ物のクライアント様がいらっしゃるとして、それと全く同じ名前の B2B 企業様とかがいらっしゃった場合に、食べ物についての広告を配信したいのに、その全然関係ない企業について調べてる人もですね、広告をクリックしちゃうみたいなところが結構起きまして、なので、そういった場合はですね、その全く関係ない企業のですね、事業内容のキーワードとか、その企業名と関連したワードとかですね、そういったところは除外設定をするようなことがよくありますね。あとはネガティブなワードと言いますと、ちょっとここで言いづらいんですけど、放送禁止用語とかですね、そんなワードで検索された時に自分の会社の広告が出てきたら、結構嫌と言いますか、ブランド毀損みたいなところになりかねないので、そういったワードで検索された時に、くれぐれも配信が出ないようにっていうところで、そういったキーワードには広告開始しない、除外設定っていうところをさせていただいたりします。で、あとはですね、競合他社さんのお名前ですね、結構例えば広告代理店とかよくあるんですけれども、広告代理店の他社さんの名前で検索されたのにグラッドキューブの広告が出てくるとか、逆もしかりなんですけれども、そういう時が あるので、そういった場合ですね、競合さんの検索のところに自分の会社の名前が出ないようにですね、競合さんのお名前を除外設定したりっていうのは、よく一般的にしていくような形になりますね。続いてはですね、マッチタイプの設定という2つ目のものになります。部分一致、フレーズ一致、完全一致の3種類今現在あるんですけれども、そちらを適切に設定できているかというところもよく注意している部分でございます。マッチタイプというのはどういうものになるか、ご説明をお願いできますでしょうか。はい、マッチタイプというのは簡単に言いますと、キーワードの拡張度合いとイメージしていただければなと思っておりまして、その部分一致で設定しているキーワードで、先ほども例にありましたが、別の企業様のことが出てきてしまったりっていうこともよくあることなので、そういった場合にはその部分一致っていうところを、その1段階下げたフレーズ一致であったり完全一致っていうところで設定することによって、キーワードの拡張があまりされなくなって、一致度が高まりますので、そういった設定に狭めることも多々ございます。はい、ありがとうございます。
そうですね、本当にその通りでございまして、一応ですね、補足すると部分インチというのが一番広く広がっていく赤い靴というキーワードで部分インチで設定した際に、青いシューズっていう検索キーワードでも広告が出る可能性があるんですね。これはまあなんか色も違うし靴というキーワードも違うんですけども、ただまあ言いたいことはほぼ同じだろうっていうところで、すごく拡張されて配信されてしまうので、まあ、部分インチというのはそういうものです。でフレーズインチというマッチタイプで、それより一段階狭まるんですけれども、で赤い靴というふうに設定した場合、赤い何々社の靴みたいな、まあ、そういった配信は、許容されます。ただ、靴赤いとか靴企業名赤いとか、それでちょっと語順が逆になっちゃうともう出ないという形になるので、まあ、部分値よりかは、絞めてですね、狭めてターゲット絞って配信できるという形になります。で完全一致は最後その名の通りですね、そのもののワードで検索された場合しか、配信をしませんよというところになります。まあ、厳密に言うとちょっとした表記揺れとか、ちょっとしたなんか漢字と日本ひらがなの違いとかそういうところは出ていくようになっているんですけれども、ほぼ一番ですね、しっかりガッチリその設定したワードでしか配信が出ていかないというのが完全一致になっています。はい、これらを結構使い分けてですね、拡張の度合いを広めて、これは結構配信時期にもよりますよね。そう、初期とか結構何年も配信してるとか、まあ、そういう時期にもよるんですけれども、まあ、そういったところでこのマッチタイプというのを結構使い分けて、配信を進めていたりしております。最後3つ目ですね、設定キーワードの分析というところになります。入れてちょっと終わりでは全くないですというところになります。そこのキーワードをですね、毎日とも言いますか、まあ、ちょっとこまめにですね分析して、どういうキーワードが入ってきているのか、どこを改善していくのかっていうのは適宜見ている必要がございます。今の配信目的と合っているのか、クリック単価がどうなっているのかとか、そういうところですね。広告代理店をもう本当に具体的に探している人に対して広告を当てたいのに、広告代理店っていうだけの本当にもう広いキーワードで、しかも部分位置とかで配信していると、まあ、多分もちろんフェーズによって配信していることはあると思うんですけれども、ちょっとそれは本当に実際にコンバージョンを取っていきたいっていう時には乖離があるかなとか、まあ、そういったところの調整ですね。クリック単価の変動とかも、これもよく本当に毎日ぐらい見ているところになりますよね。そうですね。で、クリック単価の変動というのはですね、基本的に、クリック単価が高すぎるキーワードとかがたまに出てきたりしまして、平均的に何百円っていうの単価がですね、どの業界でも一般的かなと思うんですけれども、まれにレッドオーシャンと言われるですね、出向している会社さんが多い業界というところは、クリック単価1000円超えとか普通に起こっちゃうことがあるので、1クリックあたりの発生する金額ですねが1000円超えとかになっちゃうので、まあ、そうなった場合、そのキーワードがめちゃくちゃ重要で、もうどうしてもこのキーワードを設定しておかないと、ダメだという場合は除けないんですけども、そこまで重要じゃないワードなのに1000円も食ってるのかみたいなところでなった場合、そこは止めていくとか除外していくとか、そういった措置を日々取っておりまして、そこの分析というのはかなりこまめにやっていかないといけないかなと思いますね。なかなかこれってあれですよね、代理店じゃなくて普通の企業でそのマーケティング担当されてる方とか、ここまで細かく見るの難しいかもしれないなというところで、そうですね、やはりその通常業務と合わせて広告の運用ってなりますと、少し業務がかさばってしまったりっていうところもかなりあるかなとは思いますね。はい、なので、まあ、ぜひですね、ちょっとそこもお任せしたいなというふうに思っていただける方は、お問い合わせ一度いただければなと思います。はい。ではちょっと次の内容に入ればと思います。はい。4のおすすめ機能ですね。ここにはですね、どうやってキーワードですね、今までお話ししたようなキーワードを見つけているのか、まあ、ツールのところについてですとかお話をすればと思っております。まずですね、1つ目は Google のキーワードプランナーというものになっております。これはですね、そのまま通り Google が提供しているツールでございまして、Google 広告のアカウント、広告アカウントというものを立ち上げ、作成をされた場合に使えるツールになっております。はい、これはそうですね、一般の方も全然使っていただけると思うんですが、まあちょっとその使うまでの道のりとか設定とかはなかなかややこしいかなと思います。
すでにですね、検索広告、まあ、Google 検索広告やってますよという方はすぐ見ていただけるものでございまして、この管理画面にですね、ちょっと分かりづらいんですけど、右上にツールと設定というですね、スパナのアイコンのですね、マークがございますので、そちらの方を押していただければ、キーワードプランナーというところがございますので、そちらの方から見ていただけます。はい、何ができるかというところをお伝えしますと、キーワードをですね、入力すれば、このまあキーワードについて、類似のキーワードこんなものがありますよっていうようなキーワード例を出してくれたりですとか、 URL ですね、その配信したい広告の転移先のウェブサイト、ランディングページというのを呼んでいるものですけれども、そちらを入力すればそのサイトの中から見込みの高そうなキーワードを抽出してくれる機能ですとか、ただ一番私たち代理店の担当者がよく使うのは、決まったキーワード、例えば5つぐらいですね、こんなキーワードをどうだろうっていうふうに思った案を入力してみて、そのキーワードがおおよそどれぐらいの単価感、要するにクリック単価とかですね、クリック単価がどれぐらいの相場なんだろうっていうのを調べるときに、これすごくよく役立ちます。はい、結構他のツールだとクリック単価わからないですよね。そうですね、うん、そのキーワードプランナーではその競合度合いであったりとか、まあ、推定クリック単価っていうところが見れますので、それを確認することによってどのキーワードで、配信するのかっていうところを選定できるかなと思います。さすがやっぱりもう広告媒体を展開している Google 社だからできるプランナーツールっていうような感じがありますね、やっぱり。はい、で続いて2つ目のものがラッコキーワードってところになります。これはですね、ちょっと先ほどの Google の広告、キーワードプランナーと違ってその単価とかを見たりはちょっとできないんですけれども、ただ、ちょっと関連するキーワードどんなものがあるかなっていうふうに迷ったり、結構うーんってなったりするんですけども、そういう時に手助けしてくれるのがこちらのツールになっておりまして、例えばですね、留学とかありますけれども、留学っていうふうにこの中でですね入れてみますと、まあ、留学料金、留学先とか留学学校とか、その関連するサブキーワードといいますか、キーワードがめちゃくちゃザーッと一覧を出してくれるような形になってますので、そこからあ、これこの今回配信する商材に関連ありそうとかっていうのを抜き出してですね、配信に使うということで、すごくなんかアイデアをもらうのにいいツールですよね。はい、そういったものになってます。結構ラックも可愛いので、結構 業界でも使ってる方は多くいらっしゃるんじゃないかなというところで思ってます。で最後3つ目がですね、おむすびという風なツールになってまして、吉間くんはちょっとどんな感じか ご説明お願いしてもいいですか。はい、はい、こちらに関しましては、その調べたいキーワードですね、先ほどのラッコと同じなんですが、そのキーワードを入力しますと、その関連キーワードっていうのが放射状にですね、マインドマップの形で表示してくれるツールとなっておりまして、真ん中に今あります通りおむすびっていうのを真ん中で調べますと、おむすび屋さんであったりとかレシピであったりとかっていうところで、どういった軸がいいよ、おすすめだよっていうところを示してくれるツールとなっておりまして、先ほどのラッコとおむすびですね、こちらは無料で使えるツールとなっておりますので、一番初めの Google キーワードプランナーよりはその、使いやすいかなというと思います。ちょっと Google のキーワードプランナーは登録とかいろいろ障壁を経てから使えるんですけれども、それじゃなくてこのラッコキーワードとおむすびについては無料で使えるというところで、多分使っていただきやすいのではないかなというところで思います。ではですね、まとめについてお話し最後できればと思います。1つ目にですね、配信目的、商材に合ったキーワードを設定しようというところで、こちらは前半でもお話しさせていただいた内容になっております。検索広告の配信ですねが、認知を目的としているのか、興味関心とかそういったところにの層に対して配信をしたいのか、獲得をしたいのかですとか、あと、まあ、商材が B2B なのか B2C なのかとか、あと、まあ、なんていうんですか、広告配信をしてすぐなのか、何年も広告配信をして後の挑戦なのかとか、そういったところによってすごく設定していくキーワードというのは変わるので、そのあたりしっかり考えて設定していただければなと思います。で2つ目、正しい設定で、配信調整を繰り返して改善しようというところになっております。ここはですね、今日のお話の最初にお話ししたマッチタイプですとか除外設定とか、あと日々のキーワードの調整というところが該当してくる部分かなというふうに思います。
ぱり一度設定してもそれがですね見当違いなことも場合によってはありますし、実際こんな検索めっちゃされてるんだみたいな違う時もありますし、もし最初に正しい内容が入っていたとしても、でも時間の流れによってね全然変わってくるというところはたくさんありますので、そういったところで日々調整ですとか確認というのは実施して改善というのを繰り返していければなというふうに思っております。で最後3つ目、便利なサイトですとか機能をフル活用しようというところになります。Google キーワードプランナーですから、こうキーワードですとかそういったキーワードを探せるツールですねっていうところをたくさん使ってですね、ちょっとアイデアをもらいながら設定してもらえればなというふうに思っています。以上3つ目がですね、3つ、この3つですねが今回のキーワードの配信の内容ですねについてまとめられることかなというふうに思っております。では、今回のですねキーワードに関してリスティング広告のキーワードに関しての、選定方法などについてお話しした動画というところは以上になってまいります。まあ、前編を通してかなり深く細かめにキーワードの部分についてお話ししましたが、何か言い残したことがありますか？大丈夫ですか？そうですね、やはりそのキーワードっていうものは一回入稿してそれで終わりってなってしまうとやはりそのもったいないところではございますので、やはり日々確認して調整してより良いものにしていくっていうところが大切かなと思います。そうですね、そこはもうかなりなんていうんですか、代理店の人はもちろん毎日やってると思うんですけれども、そうじゃなくてご自身で出稿されている人ですとか、まあ、企業の担当者の方で自社の配信をされている方とか、そういった方もこまめに確認をしてですね改善っていうのを進めていただければなというふうに思っております。では今回のこの前編後編通したですね動画の内容いいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録ですとかグッドボタン、コメントのほどよろしくお願いいたします。またウェビナーやブログ、SNS もやっておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。さよなら。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料のアカウント診断も行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えいたします。毎月すぐ席が埋まってしまいますので、ご興味がある方はお早めにご連絡ください。その他ウェブ広告についてのご相談や料金等についてのお問い合わせはお電話もしくはウェブサイトから受け付けております。詳しくは概要欄に記載しておりますのでご確認くださいませ。チャンネル登録がまだの方はぜひこちらから登録お願いいたします。